というわけで、今日はこちらのお店に行ってみようかなと思います。あまり時間ないんで、なるはやで行ってみようかなと思います。倉敷市中庄にありますこのラーメン屋台、気になります。こちらいただきます。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい。というわけでご視聴ありがとうございました。今回はですね、岡山県倉敷市中庄にあります、固定式の屋台ラーメン、富谷ラーメンさんにね、お邪魔させていただきました。こちらなんですけども、マスカットスタジアム、中庄駅の近くにあるマスカットスタジアムの、付近に、本店があるということで、何度か見たことあるんですけども、まだ行ったことがないんですよね。その屋台ラーメンということで、行ってまいりました。こちらなんですけど、この富谷ラーメンがおすすめということで、チャーシューが肉厚で、またこのスープがですね、もう鶏ガラやもみじをメインに豚骨などのスープを12時間以上煮込んで、数日寝かしたスープということで、もう締めにねすごいいい感じですね。でお客さんもね、なんか締めというか、まあ仕事終わりとか、まあなんか学生のなんだろうな、バイト終わりとかお遊び終わりに、食べる、ような感じのお客さんが多かったかなと思います。でまあなんか結構ね夜遅くまで、やってるようなんですけども、まあこのご時世ですから早く閉めてるようです。営業時間が、18時から、24時までということで、定休日が日曜日ということになってます。はい。まあ、住所はこちらになっております。ですね、まあ、比較的ちょっと駐車場も限られてますんで、ぜひちょっと時間を見て、タイミングで、行ってみてもらえたらいいなと思います。はい。というわけで、またよろしくお願いします。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。